はい、こんにちは、伊藤万京です。前回は血糖値について、血液中のグルコースの濃度、ブドウ糖のことを血糖値ということを学んでいきました。健康な人、膵臓からのインスリン、血糖値が適切に保たれる上限は 140mg/dL、 そして空腹値としては70から110mg/dL が空腹値の正常な値と言われています。食事が終わって2時間経過で血糖値は空腹値に戻る。これが糖尿病の方については、インスリン分泌が少ないことや食後血糖値が下がらないことによる高血糖の状態が続くことを糖尿病ということを学んできました。そして血糖値が上がりすぎると活性酸素が発生し動脈硬化が起こるということが言われています。この動脈硬化を防ぎ、死に至るような病を防ぐためにも、糖質吸収がゆっくりな低 GI 食品を摂取していきましょうということを学んできましたね。さあ、そんな今回なんですけど、血糖値スパイクという言葉について、学びを深めていきたいと思います。こんな人はいないでしょうか？食後急に眠くなる、早食いをする、それから朝食を抜いてしまったりする、まあ結構近年は多いような傾向にあるのではないかと思います。もともと健康診断では朝食抜きで健康診断をすることが多く、なかなか見つかりにくいフィクサのような存在だとこの血糖値スパイクは言われています。生きていく上でブドウ糖はとても大切なものです。なぜなら脳の唯一のエネルギー源となることがブドウ糖は言われています。この健康な人の血糖値っていうのは一日中緩やかな数値で変動していきます。で、血糖値スパイクの方は食事後に急に尖ったような値をして血糖値が変動していくんですね。まあ、まとめとしては、健康な人の血糖値は低く横ばいで変動していく、それから糖尿病の人は高く横ばいで変動をしていく、そして血糖値スパイクの人は食後にだけ血糖値が急激に尖ったような形で変動していくっていうのが特徴となります。さあ、ここで血糖値スパイクのデメリットについてなんですけど、デメリットは血管を傷つける活性酸素の発生により動脈硬化につながるということがデメリットの一つ目ですね。そして二つ目は、大量のインスリン分泌が膵臓から分泌をされることにより、体に負担をかけてしまうということが二つ目ですね。これ原因としては、インスリンの分泌が不十分、それからホルモン不足により、血糖値スパイクが起こると言われています。まあ、糖尿病予備群とも呼ばれているんですね。で、高血糖が続くことにより血管にダメージを与えてしまい、それから細胞にダメージを与えてしまい、それからコレステロールがたまることにより、動脈硬化が起きやすくなる、そしてその結果血栓ができてしまうんですね。血栓ができることによって脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まってしまうということが言われています。さあ、この血糖値スパイクの主な発見方法なんですけど、血縁者に糖尿病の患者さんがいるということが1つ目、それから2つ目が炭水化物中心の食事をするということが2つ目、それから3つ目は早食いの方、それから4つ目が常に満腹まで食べてしまうという方が4つ目です。そして最後に5つ目が運動不足の方が血糖値スパイクになってしまっている可能性が高いのではないかと言われています。どうですか？当てはまっている方はいましたか？血糖値スパイクっていうのはなかなか発見はしにくいため、発見方法っていうのがとても難しいことが言われていますね。で、この血糖値スパイクの有無を確かめる方法っていうのは、かかりつけのお医者様に頼んで食後 1,2 時間ぐらい経った後に血液検査をしてもらうという方法があるそうなんですね。で、この時に血糖値が 140mg/dL を超えていたら血糖値スパイクの疑いがあるということを考えてみてください。そして血糖値スパイクを防ぐための方法なんですけど、ベジファーストという食べ方をしていくことですね。最初に野菜を摂る、それから汁物を摂る、それから主菜を食べてご飯を食べるという順番で食事をしていくことが血糖値スパイクを防ぐ方法につながると言われています。野菜を先に炒めて食物繊維を摂取することで糖質、それから脂質の吸収を抑制し、野菜の低 GI 食品からの摂取をすることで、血糖値の急激な上昇を抑えられるということを、前回でも学んでいったと思います。食事の順番だけでこの健康が変えるとすれば、とってもお得な買い物になりますよね。
良い習慣を身につけて、ぜひ楽しい毎日が過ごせるようにいい取り組みを続けていってください。本日もご視聴ありがとうございました。